まあ、久しぶりにあの東京で実習のリサイタルをすることになりまして、はい、で素晴らしいピアニストの野平さんと一緒にあの演奏するということで、はい、まあ、プログラムいろいろ考えたんですけれども、はい、あのメインにエネスクの、3番のソナタを、はい、あの弾こうというのが一番最初のこうプログラムのコンセプトでして、はいはい、で、あとそのエネスクにこう関連して、エネスクとラベルが初演したエネスクの初期の、はい、遺作のソナタ、はい、それからまあエネスクが、自身がやっぱり素晴らしいバッハの演奏家であったっていうことから、はい、自分もあのバッハの無伴奏を1曲入れて、はいはいはい、でそして、まあ、あの一番最初にはまあ全体のコンサートのスタートとしてシューベルトのちっちゃなソナタを、はい、そういうプログラミングになっています。素晴らしい曲ですよね、はい、あ、そうですか。へー。で、あのやはりあの今教職がについておられるわけですよね、はい、それ以外に、まあ、清居シンフォニータだとかいろいろ活動してらっしゃいますよね、はい、でそういう中でやっぱりあのリサイタル踏み切るのは大変は大変じゃないですか。そうですね、まあまあ、あのリサイタル自体は、まあ、年に何回もあのやっているんですけれども、まあ、自分でこう、そうですね、はい、自主でやるっていうのは、まあ、なかなかエネルギーがいることなので、あの、まあ、学校大、あの芸大の仕事も、まあ、それなりにやっぱり忙しいっていうこともありまして、なかなかちょっと5、6年やってなかったんですけれども、はい、あのまあちょっとたまたま今回他の札幌であの野平さんと一緒にリサイタルをさせていただくことになったの で、はい、あ、そうですか。あのやっぱり東京でも演奏したいなという思いがありまして、ね、せっかく野平さんとなさる機会が、ね、はい、ね、はい、終わりだったらぜひそうされたらよかったですね、はい、あ、そうですか。で、まあ、この間ちょっと、娘が生まれまして、はい、今3歳になったとこなんですけれども、はいはい、あ、まあ、そういうこともありまして、かなりこう、はい、日常的にはバタバタと過ごしていますけれども、はい、やっぱりあのこのシューベルトなんか本当にいいエッセンスが集まっているような曲ですよね。そうですね、それにもシューベルトってどこかやっぱり少し遠に近いあのウィーンですけど、やっぱりハンガリーの影響もありますし、はいはい、あの例えば、まあ、あのバルトークなんかともシューベルトってプログラミングすると、はいはい、あのよく合うと思うんですね、はあはあ、それで、まあ、今回もそのエネスクにこう少しこうあの合わせて、モーツァルトではなくてちょっとシューベルトにしてみたっていう。あ、なるほど、あ、そうですか、はい。エヌスコの曲なんていうのはそんなに多く演奏されるということではないです。そうですね、まあこの3番のソナタが、まあ、おそらく一番エネスクの作品の中で室内楽作品では最もこう重要な作品だと思うんですけれども、はい、まあ、なかなか演奏するのが大変な曲で。ああ、そうですか、はい、もう楽譜を見るともうものすごく細かい指示が、テクニカルの上でも。そうですね、あのこれはそのルーマニアのこう民族音楽の形式をとっているので、その雰囲気がこう出すためだと思うんですけれども、その、はい、まあ、グリッサンドの入れる場所であるとか、もう強弱もそのフォルテピアノだけじゃなくてピアノの中にも何種類もあり、フォルテの中にも何種類もあり、それでこう弓の弾く場所なんかもかなり細かく指示があって、はい、それをこうあの読み取って演奏するだけでも大変ですし、それとまあそのピアノとのこうアンサンブルっていう意味でも、はい、もうとても流動的なこう中で演奏していくので、そういう意味での準備はすごく大変な曲なんですけれども、でもちょっと他の作曲家には見当たらないようなこう、独特の美しさ、はい、うん、がある曲で、一度あの以前に演奏したんですけれども、それからぜひもう一回弾きたいなと思っていた曲です、ああ、そうですか、はい、だからラベルの遺作もそうだったというのも、あの難しい曲じゃないんですか。ラベルの遺作はラベルがまだ学生時代の曲で、ああ、そうですか、でエネスクがとラベルで初演しているんですね。でその時計算してみるとエネスクは16歳、はい、でおそらくラベルは6歳ぐらい上なので、はい、20歳過ぎ21、22ぐらいですね。そういう背景で出来上がった作品なんですか、はい、そうですね。あ、そうですか。とても透明感のある美しい曲ですけれども、はい、はい、あ、そうですか。2人がどんな様子で初演したのかっていうのはなんか想像してみると楽しいですけど、はい、あ、そうですか、はい、まあ、バッハはねもう
これはこれでやっぱりバイオリニストにとっては大変厳しいものを求められますよね。そうですね、まあ、バッハは個人的に、まあ、自分は演奏するのすごくこう、まあ、好きっていう言葉が適当かどうかわからないですけれども、はい、まあ、ずっと弾き続けてきて、まあ、弾き続けてきている中で演奏のスタイルも少しずつ少しずつ変わってきているので、はい、その時々にやっぱりこう読み取っていくものを形に音にしていきて、はい、いけたらと思っています。キヨイシンフォニエッタで一応、はい、コンサートマスターっていう形で、はい、毎回コンサートマスターをするわけではないんですけれども、はい、メンバーでありながら時々コンサートマスターもするっていう、はいはい、そういう立場にあります。はい、それからアンサンブルオブ東京キイ先生がやってらっしゃるアンサンブルで、はい、この間もあのキヨイでなさいましたよね、はい、アンサンブル東京、はいはい、あの時そうそう出てらしたんですね、はい、もうはい、ずいぶん長いこと参加させていただいてますし、はい、あと東京クラスアンサンブルっていう須大学の団体を、はいはい、菅沼淳二先生が立ち上げられたんですけれども、はい、それでこう年に2回、はい、何かこう、作曲家にこうフューチャーしたり、はい、プログラムを組んで、そうですか、はい、須大学のコンサートにをやってるんですけど、まあ、はい、そういうところでも演奏しています。ああそうですか、はい、あとこれから何か考えてらっしゃることなりこんなことやりたいなとかいう夢があれば是非夢ですか、もう何か日々なんか日々追われてなかなか先のことをこう大きな計画は立てられないんですけれども、はい、でもまあ逆に言うと毎日毎日まあその芸大で教えることもそうですし自分が演奏することもそうですけど、はい、いつもこうまあ正面から音楽と向き合って、はい、コツコツとやっていきたいなと思っています。そうですよね、それは大事なことだと思いますね。はい、